こんにちは。ようこそ東邦学大学へ。よろしくお願いします。それでは早速施設を見ていきましょう。まずは学生たちが一番利用するこちらの16号館からご案内いたしますね。この校舎は平成20年に学園創立70周年を記念して建てられました。多くのレッスンや授業がここで行われています。では中に入りましょうか。この部屋はキャリア支援センターです。学生たちが就職活動の相談をしたり、いろいろなサポートを受けることができます。この辺りは音楽療法専攻のエリアです。セッションルームや観察室などの特別な部屋があるんですよ。次はスタジオ A という教室です。入ってみましょうか。このスタジオ A はオーケストラやウィンドオーケストラ、室内楽など合奏の授業で使います。あ、そうそう、実技試験の会場でも使いますよ。え？今のうちに慣れておきましょうか。あ、では他のフロアも見ていきましょう。16号館には音大ならではのさまざまな教室や施設があります。個人練習室は一部屋に1台ずつグランドピアノがあり、朝7時から夜の9時まで練習ができます。レッスン室は先生とマンツーマンでレッスンを受けるための教室。声楽や器楽などさまざまなレッスンに対応できるよう反響を調節することが可能です。また一般教室も含めて全ての部屋にピアノが設置されています。この教室はスタジオ B。 講義から合奏まで様々な目的に使用できる教室です。そうなんです、座席を収納することができるので、少人数のアンサンブルから少し規模の大きい合奏やオペラの稽古などでも利用可能なんです。用途に合わせて照明を変えられる大教室です。宇宙空間にいるような感じがしませんか？いよいよ最後ですよ。はい、遠くまで一望できるスカイレストランです。白を基調にして清潔感を出し、ガラス張りなので外の景色を一望できます。ぜひオープンキャンパスの時に旅に来てください。無料ランチ体験やってます。あちらはラウンジですね。行ってみましょうか。このラウンジと
先ほどのスカイレストランは学生たちが授業やレッスンの合間にくつろげるスペースになっています。以上で16号館のキャンパスツアーは終わりです。いかがでしたか？よかったです。次回はあちらの音楽ホールをご案内しますね。ぜひ来てくださいね。